はい、こんにちは、ムロです。本日はですね、ベストオブスニーカーズ。今回はボリューム11、始めていこうかなと思います。今回はインスタグラムの方でお声掛けさせていただきまして、スニーカーフリークのチケさんの手放せない10足をですね、紹介していこうかなと思うわけですけれども、チケさんが選ばれた手放せない10足、どれも魅力的なスニーカーばかりなので、ぜひ最後までご視聴いただければ嬉しいです。早速ですけれども紹介していこうかなと思います。手放したくないスニーカー第10位はですね、アシックスゲルライト3コレットポルカドットになります。閉店してしまったコレットですが、もうコラボとかしないのかなと思うと寂しいですね。友達にはこのモデルのことをカルピスと呼ばれていますとご紹介いただいております。確か、コレットはですね、2017年に閉店したフランスのセレクトショップだったかなというふうに思うんですけど、こちらのモデルとてもポップで、本当に涼しげで爽やかな一足だなというふうに思いました。なんかこういったドット柄は本当にこう非常に履きやすいのかなというふうに思いまして、とても爽やかですし、確かに、ご友人の方にカルピスっていうふうに言われるのは、とことなくこう当てはまるようなところがあるのかなというふうに思いました。手放したくないスニーカー第9位はアシックスゲルライト3エンドわさびになります。エンドの抽選で外れてしまい諦めていたところ、韓国旅行に行った際アシックスタイガーの店舗に寄ったら普通に売っていて即買いしました。韓国で買った思い出の一足ですとご紹介いただいております。本当やっぱその国々によってそのスニーカーだったり、まあその人気があるモデルとか本当に国によって違うなというふうに思いますし、本当差があるんだなというふうにこういったお話伺うと思いますね。なんて言うんでしょう、結構面白いなというふうに無論個人的には思っておりまして、エンドがこの日本のイメージを、しかもですね日本メーカーのこのスニーカーを用いてこう表現して形にするのって、こう客観的に見ていても本当に面白いことをやっているなというふうに思います。わさびを表現した色合いもですねしっかり再現されていますし、本当目から鱗な一足だなというふうに思いました。手放したくないスニーカー第8位はナイキエアフォースワンフラグメントクロットになります。ゲリラ発売の日も買えず、プレネもとんでもない金額になっていたため諦めていた時に友達が定価で譲ってくれました。アッパーの皮が剥ける仕様になっているため2度楽しめるスニーカーですとご紹介いただいております。最初のこのブラックのアッパーもすごく上品でですね、まあ、その下に隠れている赤のアッパーも非常にセクシーと言いますか、とても目を引くデザインなんですけれども、アッパーがブラックでアッパーを剥がすと今出ている赤のアッパーが出てくるといったモデルになっておりますね。生地を剥がすシリーズはナイキから結構ここのところ多くモデルがリリースされていますが、このクロットのエアフォースワンに関しては結構別格の位置づけかもしれませんね。手放したくないスニーカー第7位はアシックスゲルライト3キスモンクレールクリームになります。当時キス東京がなかったためモンクレールでの発売、寒い中始発で並びに行ったのがいい思い出です。3番目くらいに入店したのでダウンとかも買っとけばよかったなって今になって後悔していますとご紹介いただいております。確かこのゲルライト3は3色ほどリリースされていたようなモデルだったかなというふうに思いますけれど、なんかいいですね、始発でこう寒い中並びに行ったっていうのが本当にこのスニーカーへの気持ちっていうのがしっかり入っていたんだなっていうのがひしひしと伝わってくるわけですけど、こちらのモデル、このシューレースのカラーが本当にビビッドだなというふうに思いまして、このフリース素材になっていて、本当モンクレールらしさ、あとはこのブランドコンセプトもしっかり落とし込まれた一足だなっていうふうに思いました。はい、手放したくないスニーカー第6位はですね、アシックスゲルカヤの21アウェイクニューヨークアクアになります。発売からずっと欲しいなと思っていてなぜか買わなかった一足、
気になっている人が買っていてお揃いにしようと購入した下心満載な一足ですとご紹介いただいております。距離を縮めようとした一足ということで、このターコイズカラーはこう性別問わずですね、こう使えるアイテムですし、こう履き心地もとてもいいモデルですので、こう使いやすいアイテムだなというふうに思います。このモデル確か意外とハンドも少なかったので、足数とかも結構少なかったんじゃないかなっていう印象なんですけど、この購入できた思い出は結構あれですね、思い出に残りそうだなというふうに、お聞きして思いました。手放したくないスニーカー第5位はアシックスゲルインスト360アトモスになります。世界限定24足限定らしいです。オールブラックで上品な一足です。アシックスストライプがパンチングで抜いてありリフレクティブになっていますとご紹介いただきました。こちらのモデルアトモスコンで24足限定で発売された一足ということで、パンチングから見えるこのチラッと見えるこのリフがですね、非常にかっこよくて魅力的だなというギミックなんですけれども、このパンチングでこうアシックスストライプがデザインすることや、このヌバックのアッパーとのこの相性もですね、とても良くて、本当にこう高級感があるスニーカーだなというふうに感じました。手放したくないスニーカー第4位はですね、アシックスゲルライト3アフュービームスオレンジコインになります。アフューとの2回目のコラボ、絶対に欲しかった一足です。購入時湯飲みもついていてお得感がありましたとご紹介いただいております。確かこう記念の品で湯飲みが、粗品ってこう、確かこうのしがついていたような記憶があるんですけれども、この並ばれて購入されたということだったんですかね。本当このオレンジコインの支持率って本当に非常に高いなというふうに思っておりまして、この企画の中でもですね、いろんな方が、多くの方がこのオレンジコイン一足として選ばれてるんですけれども、やっぱりこのオレンジコインはアシックスのモデルの中でかなり別格の位置づけになっているモデルなのかなというふうに強く感じました。手放したくないスニーカー第3位はですね、ナイキエアマックス197ショーンウェザースプーンになります。どうしても欲しくてがっつりプレネで買ってしまった一足、ゴートでノーボックスで少し安く買えたのですが、届いてみたら しっかり箱に入って届いてゴートにサプライズされましたとご紹介いただいております。逆にむろごめんなさい、ゴートのことよく詳しくなくてですね、こう箱なしでゴートで売り買いしていることを初めて知りました。この一足もこう文化財的な扱われ方を今後されていくんだろうなというモデルではありますけれども、このモデルも結構支持率が高いモデルですよね。本当にこういった素材を使ってスニーカー仕上げていく、エアマックス1と97をこう組み合わせたハイブリッド感、リリースされたあの時代をですね、こう作った特別なモデルだなと思うとですね、スニーカーの歴史の中にしっかり残ってくるモデルにもなるのかなというふうな印象があります。手放したくないスニーカー第2位はですね、ゲルライト3ロニーファイグオマージュになります。この一足はプレゼントでもらいました。ロニーが凝縮されていてたまらないですとご紹介いただいております。すごいですね、プレゼントでいただいたというのが本当に驚きな一足なんですけれども、こうロニーファイグがこう考えた別注モデルを一足に落とし込んでしまっている、めちゃくちゃスペシャルすぎるモデルなわけですが、とてもカラフルでもありながらしっかりまとまりがあるデザインにもなっていますし、このアッパーに使われている素材使いもですね、いろんなものが使われていてとても魅力的だなという一足に仕上がっているものになりますね。足数も少ないスニーカーだと思いますので、非常に貴重なモデルなのかなという印象です。チケさんの手放したくないスニーカー第1位はですね、アシックスゲルライト3アフューコインになります。アシックス好きなら伝説の一足と思っている人も多いんじゃないでしょうか。
ナイキで言うとオフホワイトのシカゴ的な位置づけかなと思います。そのくらいの一足だと思っています。履きじわすら愛おしいですとご紹介いただいております。こう履きじわすらも愛おしくなるモデルということで、こちらの恋もですね、アシックスの代表的なモデルになっていますね。フューとアシックスのコラボレートってどれも魅力的なスニーカーが多いので、非常にかっこいいものに仕上がってくるわけですけれど、アシックスの伝説の一足ということですけれども、本当に伝説という言葉がしっかり当てはまるようなモデルなのかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。本日はですね、ベストオブスニーカーズ手放したくない10足ボリューム11ということで、チケさんの手放したくない10足をですね紹介してまいりました。今回この参加にご協力いただいたチケさんのご感想なんですが、持っているスニーカーはほとんど手放したくないですが、改めて全てのスニーカーを見るきっかけを作ってくれてありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。アシックスばかりになってしまい申し訳ないですが、皆さんに欲しいなと、かっこいいなとか思ってもらえたら嬉しいですとご紹介いただいております。アシックスフリークのチケさんということで、確かにスニーカーって自分が欲しいなとか履きたいなとかかっこいいなとか、まあいろんな理由がありますけど、やっぱ自分が一番気に入って購入している流れがあると思うので、まあスニーカー選び妥協してる方、スニーカー好きの方いないと思うんですね。なのでその中で本当にこうかっこいいなっていうスニーカーをこう手元に残していける、残していくっていうのは非常に大切なことだなというのと、スニーカーのかっこよさとかそういった良さをですね、こういった YouTube の動画という媒体を元にですね、こういろんな方がこの動画を見て、このチケさんのですね、チケさんの思いだったりとか、そのスニーカーの良さとか、いいところとか、魅力的なところとか、なんかそういったものがこういった形で、共有できる、ツールになっているのが非常に動画を作っていて良かったかなと感想であります。改めてではありますが、チケさん、この度はですねご協力いただきまして本当にありがとうございました。今後ともですねよろしくお願いいたします。こちらのベストオブスニーカーズ手放したくない10足の企画にご賛同ご協力いただける方いらっしゃいましたら、概要欄に室のインスタグラムの URL リンク貼っておきますので、DM の方いただけたら非常に嬉しいです。まあ、今後も続けていこうかなというふうに思っております。まだまだ引き続きですねご協力いただいている方たくさんいらっしゃいますので、皆様交互期待ということで、こちらの企画楽しみに待っていてください。本日はですねご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、お気軽にコメントなんかもいただけると非常に嬉しいです。本日もありがとうございました。